もとんでもない階段上がっていくのですか。そうです。さあ行くか。さあ行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おい、79段。ここの段差で80段だ。ああ、疲れた。はいはい、ここにあります。おや、古いのですか。なんか歴史的なものを感じたりします。それはさ、いい、なんていうパワースポット、心霊スポット的な見どっちで。心霊というよりかパワースポットの方がいいんじゃないかな。おお、まあでもあんまりあれなんだけど、長いするもんでもない、うん、まあほぼ近寄らん方がいいと思うぐらい倒れそうな神社ですね。ああ、そういうあれか、物理的に恐怖か、うんうん、行ってみます。そうですね、倒れたというと、なんか屋久島の木が倒れてましたな、この間。おお、あれで台風が。でもさ、あれでさ、うん、あの神で台風が温帯低気圧になったとかさ、うんうんうん、うん、あるショート動画でさ、うん、私の念力で熱帯低気圧にしたっていうコラフキ霊能者もいました。あの、私の力で熱帯低気圧にできるんだったらもっと早くしてあげてって思うけどね。でしょ、だいぶ被害に食ったとこ多いでしょ、あれ。九州に入る前にしてくれって言いたいよね。うん、でしょ、なるの、ね、だいぶボコボコにされた後にね、そんな、うん、もう後の後出しじゃんけんじゃん。本当にね、あの真面目にやってる霊能者たちもおるのに、ああいうふざけたやつもおると、結局僕らもやってることは嘘やと思われるね。そうね、なんかまた変な嘘言ってるやつがおるわっていうぐらいの解釈で受け取られかねないから、本当やめてほしいと思います。うん、実際問題さ、かっちゃんにあの台風10号弱体化させてって言ったらできる？できません。できる霊能者今まででいる？いないです。いたら出てこいっていう。台風10号がまあでかすぎるっていうのもあるけど、うん、そもそも台風をその弱体化させてること自体が無理、うん、だって今回の熱帯低気圧の地上がさ冷えとるわけや、うん、海の温度が高いから台風、下の温度と違うから台風ができないな。うんうんうん、そうね、地上に来れば冷めるわけだ、うん、だって台風は崩れ、いずれ崩れるわけや。分からん、ああいうなんか屋久島のあの木ってさ、樹齢が3000年超えの。そう、あれ2本あったわけやろ。2本もあるの、あれ1本だと思ってた。確か1本ともう1本あるはずやぞ。だからさ、あの、うん、3000年分の力をため込んだパワースポットの力を借りれば霊感ある人ならいけるのかとも思ったけど、そういうもんでもない。ない。それをさ、あの、何、いかにも俺が、わしがやったとか言ってる人たちがいるけど、うん、そういう、なんちゃ、分かりきった嘘を言ってもらうのは、本当、真面目にやっとる霊能者たちは、もう同じ部類に入るやん、インチキっていう。うんうんうん、本当、やめてほしいと思います。うん、真面目にやっとるやつは真面目にやってますから。じゃあ、かっちゃん、南海トラフ地震っていつ来るの？5年後から10年。5年後から10年、明日ではない。5年後から10年なんだ、2020年とかそんなぐらいってことか、早くても、うん、どうだろう。2020年、過去だな、2030年か。ツッコミしてよ。自信ねえもん、俺も。さあ、問題のパワースポットでいいのかな、はい、うん、パワースポットですね、ここはパワースポット。詰まったな、携帯でパワースポットでやれようかな。はい、カメラ持って。さあ、どの辺でしょうか、パワースポット。パワースポット、この辺ですね。詰まったな、この間だって俺が持ってよかった。ちょうどこの辺り。
本当に本堂の目の前、あの、うん、手合わせて2礼に拍手やるところやな。2杯に拍手1礼1枚目ぐらいのところ、この線の、うん、この辺がパワースポットですね。いい感じですね、ここ。心がね、ちょっと病んでるとか、はい、ちょっと疲れたなと思ったらここへ来てパワーをもらってください。何かしら勇気をもらえます。はい、よし、とりあえず必要そうだからもう一回始めちゃってみよう。はい、この長い階段を上がってきて、ここ本当に目の前の神社にご挨拶するところで、っていうことはここさ、来た人にとっては普通になんかパワースポットの恩恵を得られるいい場所ってこと？いい場所だね。基本的にそこなら誰でも立つでしょ。そう、いろんな神社行ってきたけど初めてだね、このなんか絶対に人が通るところにパワーがあるっていうのは。パワーがある、まあ精神力の回復なのかなってこと。そうだね、立ってみたら。いや、邪魔かなと思って待ってる。取れとる？取れてないね。嘘。一回取ってくる？うん、自分で取ってこ。はぁ！いいよ、パワースポットやってて。よし！とりあえずここじゃない。このタイルの一枚目のここ。ここに立ちましょう。あー、やっぱりなんかかっちゃんの言う通り、その言われて立ったら分かるっていう感じだな。あー、なんか分からんけど、でもね、ここ分かる。あの HP すり減ったり、メンタルなんか仕事で疲れたなとか、そういう疲れとかにもね、多分効いてる気がする。ちょっとずれる。おお、お、分からなくなった。なんだろう、今のなんていうの、ちょっとで、ね、十分バッチリ充電されたんだろうか。いや、でも面白いな、ここ入ってすぐになんか無理があーってなるぐらいには、なんか違和感って言うとあれだけど、でも違和感感じたよ、ちゃんと。なんか疲れてる人向けおすすめ。あ、2回目から分からんのっていうことは、なんか充電されたんだな、きっと。他のところはもうなんか情けだからな、本当にこの神社だけって感じかな。階段がちょっと多くて大変ですけれど、来る価値あると思います。